第六幕。いつもお世話になっております。明日の百より今日の五十。シーン一。留学生センターで勉強しています。もうみんな来ていますね。はい、皆さん。新しいメンバーです。ブライアンくん、一言自己紹介お願いします。はい。ブライアンワンです。アメリカのオレゴン州から来ました。 今福沢大学の留学生センターで勉強しています白一郎くんのところでホームステイしていますあと合気道はオレゴンでちょっとだけしていましたけどまだ下手ですよろしくお願いしますありがとうございますシーン2鈴木綾乃と言いますじゃあみんなも一人ずつ自己紹介してください右からでいいですか はい、えー。鈴木綾乃と言います。2週間前に初段になりました。合気道は今年でもう5年目になります。近くの高校で生物の教師をしています。どうぞよろしく。シーンさん、みんなで写真撮りませんかあの、みんなで写真撮りませんか,んせんかいいですね。そうしましょう。じゃあみんなこっちの方に来て、背が高い人は後ろに立って。 そこの緑と白の人、もっと右じゃなくて、左に寄ってください。オッケー、いきますよ。一、二、三。はい、チーズ。チーズ。はい、もう一枚。はい、どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。シーン四。名刺交換。大垣商会のサーシャモリスと申します。いつもお世話になっております。 はじめまして。吉田運送の白井と申します。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、申し訳ございません。こちらの番号が新しくなりまして。あ、そうですか。はい。89-7720です。7720ですね。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。 シーン5お話ししたいんですが部長今週お忙しいですか何ですかいつかちょっとお話ししたいんですが何か難しい話いえちょっと来年のことについてわかりましたじゃあ木曜はどうですか午後はずっと空いてますからそうですかでは2時頃いかがでしょうかいいですよじゃあ明後日の2時に よろしくお願いしますシーン6よくご存知ですねどうもお待たせしましたい,いえい,いえ何かもう頼みましたい,いえまだ何もカレーか今日のランチかで迷ってますそれはカレーでしょうえ、ランチよりカレーの方がおすすめですかえー、ランチもいいんですけどねカレーほどすごくないですよ 他の店のものとあまり違わないですねへえ、さすがグルメの神田さんよくご存知ですねいえいえじゃあカレーにしますやっぱり神田さんに聞いてよかった聞いてみよう一、ブライアン君ってどの人あ、この写真にはいないなブライアンが写真撮ってたからなるほど二。2> 2 もう一枚のを見てどれこの後ろの左から三人目これその隣え、この人日本人じゃないブライアンって中国系アメリカ人だからあ、そうか合気道は何段まだまだまだ初段になってないよ割に上手だけどね三。今、うちにアメリカからの学生がホームステイしていましてあ、知ってます ブライアン君ですね。え、ご存知ですか大学が一緒でした。日本語の授業は私とは別でしたけど。いや、そうですか。それは知りませんでした。もう5ヶ月間ぐらい会ってないんですけど、今もテキストはしてます。そうですか。4、モリスさん、吉田運送の連絡先、知ってますかはい、先週お会いして、名刺いただきましたから。 ちょっと待ってください。はい、これあやっぱり電話番号がこっちのと違いますね。ああ、それ古いんです。こっちが新しいのです。あ、そうか。なるほど。どうもありがとうございます。助かりました。5。さすがモリスさん、今朝の企画会議での報告、良かったですねあ。いえいえ、もっと上手にしたかったんですけど。 いやいやすごくよかったですよ社長も聞いていらっしゃいましたからね6すみません今日は午後の会議のあとで失礼したいんですが構いませんよ何かすみません病院のアポがあって大丈夫ですか全然病気とかじゃないんですでも忙しいお医者さんでそうですかこっちは平気ですよすみません 7。水曜日の7時から大丈夫ですね。オッケーです。えっとお店の名前は緑って言います。井戸の緑ですね。そうあ、緑って女の人の名前ですけどね。ああ、なるほど。駅の近くですね。そう駅と会社のちょうど真ん中ぐらいですよ。8。ああ、美味しかった。もっといかがですか？もうだめです。 え,えこっち、まだ食べていないんじゃありませんかいえいえ、いただいてます。本当にもう。ごちそうさまでした。Q、神田さん、今何かしてますいえ、何でしょうかこのデザイン、モリスさんとも相談して出していただけますか急いでますかちょっと、1週間で全部決めたいんだけど。了解です。すぐモリスさんと話します。 よろしくね。10ここ、この色でいいですかいや、そこは茶色の方が良くないでしょうか。茶色ね。上が黄色ですから、その方がはっきり見えますけど。そうですね。じゃあ茶色にしましょう。あ、でもそれじゃあつまらないですか紫は紫うん、それはどうでしょうね。 使ってみよう。一 A.。村田さんは今どこですか。五百三号室で誰かと一緒にレポートを書いてます。一 B.。村田さんは今どこですか。銀行に行ってます。一 C.。村田さんは今どこですか。 近くのレストランで昼ご飯を食べています。1D 村田さんは今どこですか会議室でプレゼンを練習しています。1E 村田さんは今どこですか隣の部屋で課長を待ってます。2, 2来週はいつ空いてますか 来週は、えっ、ー、と、火曜日と金曜日が空いています。三、A。昼ごはんは。もう食べてます。三、B。課長はまだわからないでしょう。いや、もう課長に相談しました。三、C.。 あの、水野先生に聞いてくださいあ、もう聞きました三 d これがもう使いにくくてあ、もう新しいのを買ってますよ四 a もう学生じゃないでしょう。日本語を勉強しなくていいですね 日本語はまだ勉強してますよ。四 b 村田さんはどこでしょうかまだ会議室で誰かに相談してます。四 c スミスさんはもうアメリカに帰りましたね。いや、まだ日本のどこかにいますよ。五。 あれゆうやくんはゆうやくんもういないよ。六。<6 S 2> スミスさんはまだ学生ですかいえ。スミスさんは英語の先生になって、今、日本のどこかで英語を教えてます。七。吉田さんの車ってどれでしょうか あそこの青い車の右のグレーのですよ。八。<8 S 1> どっちの方が高いでしょうか。右の方が高いですね。九。種田さん知ってますか。知りませんね。十。<10 S 2> ちょっと待ってて。 十一。今週の週末何をしますか。いや別に何も。十二。あのー、ちょっとお話ししたいんですけど。あそうですか。じゃああそこの部屋で話しましょう。十三。大垣協会のサーシャモリスと申します。いつもお世話になっております。吉田運送の山本と申します。こちらこそ。 どうぞよろしくお願いいたします。十四 a。まだ誰も来てませんね。そうですか。早く来ないかな。十四 b。まだ誰にも相談してません。じゃあ、まず課長に相談してください。十四 c。まだ課長には報告してません。そうですか。じゃあ、すぐ報告してください。 十四 d。まだ何もしてません。大丈夫、時間があるから大丈夫。十五。カナダのアルバータ州から参りました。十六。アメリカのオレゴン州から来ました。十七。はじめまして。トーマスハントと申します。一週間ぐらい前にイギリスから参りました。 去年も六ヶ月ぐらい日本に留学していました。この仕事はすごくやりたい仕事でした。頑張ります。あとあまり上手じゃないんですがゴルフが好きです。よろしくお願いいたします。十八。もう三時ですけどまだ何もしてないですね。あ本当だ。じゃ急いでやりましょう。 2> 2時かからででいいですか、はい、すはじゃあ2時ということであそこの黄色い T シャツの背が高い人もうちょっと後ろの方へ21もっと高くなりますよやっぱりそうか22遅くなりまして申し訳ございませんでは始めましょうか。 二十三。課長、明日お忙しいですか。いや、あまり。二十四。今日のと同じ時間でよろしいでしょうか。二十五。さすが八木部長ですね。